ハイセンズ西鉄小郡駅は、福岡県小郡市議大院一丁目にある、西日本鉄道天神大牟田線の駅。駅番号は T、T22。小郡市の中心部に位置し、天城鉄道天城線の小郡駅との乗り換え駅となっている。島式ホーム2面4線を有する地上駅。西側に出入り口があり、ロータリーと西鉄タクシー専用駐車場がある。 日中は当駅での折り返し列車が30分ごとに運行されているが、久ルメ、大牟田方面の列車との接続はない。ただし、2021年3月13日のダイヤ改正より平日日中のみ特急が急行に格下げされたことで、久ルメ、大牟田方面の列車と接続するようになった。2.3番線が本線であり、対比線である1.4番線は日中を中心に、 使用され、急行列車と普通列車の緩急接続を行う。2020年度の1日平均乗降人員は8325人であり、西鉄の駅としては第14位である。各年度の1日平均乗降人員は、下表の通り、毎年夏に小郡市民祭りが行われる。当駅における折り返し列車は、折り返し用の渡り線が、 大無田方にある関係で、1.2番線到着後に、駅南側の国道500号を横断した先の下り本線上にある停止位置まで引き上げて、改めて上り3.4番線に入って、発車していくようになっている。そのため、折り返し列車がある時は、踏切が断続的に塞がれ、国道500号が渋滞する要因ともなっている。しかし、駅の北側すぐ近くを、 大分自動車道が通過しているため、高架化はほぼ不可能に近い。住民から東口開設の要望もある。2017年8月の改正以降、平日に一度だけ当駅で休行が特急の通過待ちをしている。これは西鉄では非常に少ない。ありがとうございます。